エーミール・イーズ・ジャクソンは、主にインド映画で活動するイギリス人女優、モデル。16歳からモデル活動を始め、2009年にミスティーン・ワールドで優勝した。2010年にエール・ビジャイのマドロス・サッパティーノムで女優デビューし、EKK でワナタ、チン・イーズ・ブリング、ロボット2.0などに出演した。この他に、スパーガール、 スーパーガールのサターンガール役として知られている。満党のイギリス人キリスト教徒のアラン、マルゲリータの娘として生まれる。姉アディシャはエイミーと同じく女優として活動している。エイミーが2歳の時、ジャクソン家はリバプールウールトンにある父母の家に移住する。彼女はセントエドワーズカレッジに進学して英文学、哲学、倫理学を専攻した。 2019年1月初旬、イギリス人実業家で、ホテルチェーンを経営するアンドレアス・パネオ島の息子、ジョージと婚約した。同年3月には妊娠していることを公表した。マハーラ・アシュトラ州ムンバイ在住。ミスティーン・リバプールとミスティーン・グレート・ブリテンに優勝した後、エイミーは2009年にミスティーン・ワールドで優勝した。その後、アメリカ合衆国でのモデル契約を結び、 2010年にミス・リバプールで優勝する。2010年にミス・イングランドに出場するが、ジェシカ・リン・レイに敗れ準優勝となった。エイミーとプラティーク・バプアル2010年、タミル語映画のプロデューサーはミス・ティーン・ワールドのウェブサイトでエイミーの写真を見つけ、彼女をマドロス・サッパティーノムのオーディションに招待した。彼女は演技経験がなかったが、オーディションに合格して、 アーリアと共に主演を務めた。エイミーは村の男性に恋するインド総督の娘を演じ、同作は工業的な成功を収め、彼女の演技は批評家から高い評価を得た。サハイは彼女のタミル語の演技は本当に素晴らしく、映画を鑑賞する良い理由の一つになっていますと批評しており、ビファインドウッズは最高の栄誉を手にするのは、 愛と強大な帝国の間に引き裂かれる霊場役のエイミー・ジャクソンの美しい演技です。彼女は全くもって美しく見え、表現豊かな目を通して感情を表し、観客の共感を得ることでしょうと批評している。rediff.com は、エイミー・ジャクソンはインドを初めて見て、その文化に魅了された純粋な若い少女として、ほぼ完璧であると批評しており、 エイミーはビジャイアワード最優秀新人女優賞にノミネートされた。2011年ビンイトンディ・バルバイアのリメイク作であるガウタムメノンの EKK デーワナタでヒロイン役を演じプラティーク・バッバルと共演した。彼女はオリジナル版におけるトリシャーの役柄を演じヒンドゥー教徒の男性に恋するが父親の反対に合うキリスト教徒の女性を演じている。エイミーは演技と バッパルとのコンビネーションを称賛され、ビハインドウッズからは、彼女は奇跡を起こした。ザ・タイムズ・オブ・インディアからは、彼女は決して失望させないと批評されている。2012年、トンディベムでテルグンを映画デビューし、ビクラム・アヌシュカシェッティと共演した。同作は、ロンドンで撮影され、エイミーは、ミス・ロンドンに選ばれた、アングロ・インディアンの少女サラ役を演じ、自分で、 タミル語の吹き替えを行ったという。彼女は第60回フィルムフェア賞南インド映画部門で最優秀タミル語女演女優賞に初めてノミネートされた。2014年、アバディュでラームチャラン、シュルティハーさんと共演している。ムンバイの孤児院を訪問するエイミー2015年、シャンパールのマッスル踊るイナズマでヒロイン役を演じ、同作は エイミーのキャリアの中で最大の企画だった。同作はインド映画史上最も高額な制作費が投じられた映画の一つであり、2年半の期間をかけて撮影され、その大部分は中国で撮影された。映画は1月14日に公開され、評価は賛否両論となった。エイミーの演技について、デカンクロニクルから、彼女はシンプルに素晴らしい。 彼女は映画のもう一つのハイライトであり、成熟した演技を見せました。サファイからはパーフェクトな目の保養と評価され、その結果ザ・タイムズ・オブ・インディアのチェンナイ版、インドで最も好ましい女性2014で第1位に選ばれた。同年10月には、プラブデーバのシーン・イーズ・ブリングでヒロイン役を演じ、アクシャイ・クマールと共演した。また、ベンカット・プラブの マッス・エンギラ・マシラマニーにも起用されていたが、脚本と彼女の演じる予定だったキャラクターの設定が変更された際に降板している。この他に、トンガ・マガンで、ダヌーシュ、サマンタ、ルス・プラブと共演している。2017年9月25日、CW テレビジョンネットワークのドラマシリーズ、スパーガール、スーパーガールにサタンガール役で出演することが発表され、 第3シーズンに初登場した。2018年、カンナダ語映画、ザ・ヴィランでヒロイン役を演じ、シバ・ラージ・クマール、スディープと共演した。同年公開の、ロボット2.0では、ラジニ・カーンと、アクシャイ・クマールと共演している。エイミーは、英国映画テレビ芸術アカデミー、カンの国際映画祭、ブリティッシュ・ファッション・アワード、国際ファッションウィークの常連であり、またボグ、 マリエクレール、コスモポリタン、ハローで特集されている。この他にサルマンカーンが創設した慈善団体ビーイング、ヒューマンファウンデーションなど複数の慈善団体、女性団体の大使、スポークスマンを務めている。2014年にアルフィーという名前の猫と共に動物の倫理的扱いを求める人々の会の広告キャンペーンに登場し、 動物の里親や促進を訴えた。また、セントジュードショーに研究病院やインドの女児、教育団体を支援しており、ヤードレイオブロンドンとポンズのブランド大使も務めている。2017年に母と共同でロンドンにレストランを開業しており、同年3月4日にはニューヨークに拠点を置く企業、s k ックスと共同で新しいモバイルアプリ、 エイミー・ジャクソンオフィシャルアップの解説を発表した。エイミー・ジャクソン、ありがとうございます。